どうも、タカオヌスです。現在、パチュリーノーデッジの復刻祈願が開催されていますが、結論から言うと、絶対に確保してください。あ、ユーカの方を引いてしまった方は、ご愁傷様です。ひらない天使、いやいや、パチュリーの方を引いてくださいよ。編成全体の SP 回復キャラは、希少かつ有用です。星音で十分活躍できるため、無課金にも優しいです。連射は 2SP 回復の逆転の運命、もしくはセットにこだわらず単純に SP 回復を持っても良いです。必殺で SP 回復速度が上昇するため、奥義回転率も高く、奥義頻度を考慮すると、装備に関してはアクセサリー、アメジストのペンダントがおすすめです。味方全体の SP 回復機会を増やしたいところ、アメジストのペンダントがなくても奥義回転率は悪くないので、他のアクセサリーでも良いでしょう。デバフアクセサリーの太鼓の勾玉も有効です。秒間5発、追跡型の弾幕のため、太鼓の勾玉とも相性が良いです。今回はこれをつけて、体力が13億以上あるサークル戦のサナエに対峙しています。本当は体力マックスで挑みたかったんですが、3人で挑むの、え、何言ってるんですか？サナエとか甘えですよ。どんだけサナエしか叩かない人が甘えかどうかっていうのを今から試します。賢者の傘の栄誉賞。カスイモ師匠、賢者の傘の栄誉賞。カスイモキンドフ、賢者の石。旦那市長、魔神副将エイミン、カスイモキンドフ、賢者の旦那市長、魔神副将エイミン、水木金土旦那賢者の石、魔神副将エイミン、火水木金土賢、はあ、疲れた、帰ってゆっくりしたいわ。